守護霊様、ご先祖様っているんだなっていう話をします。あれは僕20歳頃のお話ですかね。友達3人で車に乗って、こうオールナイトでこう遊び行ったんですよ。ガラガラガラぐるぐる回って、でちょうどやっぱ朝方って眠くなりますよね。後部座席のやつはもうすでに寝てるんですよ。いいなぁなんて。で僕助手席にいて、運転席で、運転席にお前眠くなったら絶対言えよって俺交代するからって。で僕も寝ちゃったんですよ。さあ、ある時こう体が動かなかったんですね。車の中なのに、あっ悲しみと思った瞬間に首絞められて、でもう息ができないです。苦しいって、もう限界の時、苦しいやりたいって時にパッと解けて、でパッと見たら前に車と車の距離がもう全然ないですよ。何煽ってんだよと思ってパッて見たら、運転席のやつが寝てるんですね。やばいと思って、これはもう無理だと思って、足をこうダッシュボードに力踏ん張ったんですよ。でそのままその車に激突して、さらにすっごい桜の木にノンストップで激突したんですよ。もう車は廃車です。ぐちゃぐちゃで。で僕耐えられなくて、まあやっぱり無理ですよね。フロントガラスガーンって突き破って終わったんですよ。でもで僕その時怪我がちょっとムチ打ちになっぐらいで、血がちょっと出てぐらいで、僕病院に運ばれたんですけど、でよくこのぐらいの怪我で済んだねってこうお医者さんに言われて、本当死んでたよって言われたんですよ。だから僕はあの時に首絞められて起きてなかったら、この世にいなかった。あれ守られてたんだなって感じました。